タクシー運転士のための品川区徹底ガイド。こんにちは、タクシー運転士の皆さん。今日は東京23区の南東部に位置する品川区の特徴や押さえておきたいポイントを詳しくご紹介します。第1章、品川区の概要。品川区は東京の玄関口として重要な役割を果たすエリアで、ビジネス、商業、住宅、そして交通の要所として発展しています。港区、目黒区、大田区、江東区、渋谷区、中央区に隣接しており、都心目へのアクセスも非常に便利です。品川駅は東海道新幹線の停車駅であり、国内外から多くのビジネス客や観光客が訪れます。実は品川駅は港区に位置していますが、名前に品川が含まれているため品川区としてご紹介します。同様に品川プリンスホテルも港区にありますが、こちらも品川区のスポットとして取り上げます。また再開発が進む天王洲アイルや歴史と情緒あふれる下町エリアもあり、タクシー運転士にとって多様な需要を取り込むチャンスが豊富にあります。第2章、主要スポット。まずは主要な駅とその周辺エリアをご紹介します。品川駅、JR、京急、東海道新幹線が利用できる巨大ターミナル駅です。駅周辺にはオフィスビルやホテルが立ち並び、ビジネス客や観光客で一日中にぎわいます。五反田駅、JR 山手線、東急池上線、都営浅草線が利用でき、オフィス街と歓楽街が混在するエリアです。飲食店やクラブが多く、夜間の需要が高まります。大崎駅、JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、臨海線が利用できるハブ駅で、再開発が進みオフィスビルが増加しています。天王洲アイル駅、東京モノレールと臨海線が利用でき、運河沿いの景色が美しいエリアです。アートギャラリーやレストランが集まり、洗練された雰囲気があります。武蔵小山駅、東急目黒線の駅で全長800メートルを超えるパルム商店街が有名です。次に主要な観光スポットと商業施設をご紹介します。品川プリンスホテル、大規模なホテルで宿泊客の送迎需要があります。館内には映画館や水族館もあり、観光客が多く訪れます。マクセル、アクアパーク品川、品川プリンスホテル内にある都市型水族館で家族連れやカップルに人気です。品川水族館、大井町駅からアクセスでき、家族連れに人気のスポットです。戸越銀座商店街、全長 1.3km の関東最大級の商店街で、地元の人々や観光客でにぎわいます。大井競馬場、ナイター競馬トゥインプルレースが有名で、競馬開催日には多くの来場者があります。第3章、タクシー運転士へのアドバイス。ビジネス客の送迎。品川駅、大崎駅、天王洲アイル周辺には高層オフィスビルが立ち並び、ビジネス客の需要が高いです。朝の通勤時間帯や夕方の退勤時間帯にはオフィスエリアでの乗客が期待できます。空港アクセス。品川駅からは羽田空港や成田空港へのアクセスが良いため、空港への送迎需要が高まります。観光客への対応。品川プリンスホテルや天王洲アイル、品川水族館など観光スポットが多いため、主要なホテルや観光地の場所を把握しておくと便利です。外国人観光客も多く、英語や中国語の簡単なフレーズを覚えておくとサービス向上につながります。繁華街での需要。五反田駅や大井町駅周辺は飲食店やバーが多く、夜間のタクシー需要が高まります。特に週末は飲み会帰りの乗客が多く、短距離から中距離の運賃が期待できます。イベント情報の把握。大井競馬場や天王洲アイルではイベントが頻繁に開催されます。競馬開催日やコンサート、アートイベントなどのスケジュールを事前にチェックし、需要の増加に備えましょう。住宅地での需要。武蔵小山や戸越、中延などのエリアは住宅地が多く、朝夕の通勤通学時間帯に需要があります。主要な住宅街の位置を把握し、効率的に営業しましょう。第4章、注意点。渋滞エリアの把握。第1京浜、山手通り、目黒通り、海岸通りなどの主要道路は朝夕のラッシュ時に渋滞が発生しやすいです。特に品川駅周辺や五反田駅周辺は交通量が多いため、リアルタイムの交通情報を活用し、迂回ルートを検討しましょう。道の複雑さ。戸越銀座商店街や武蔵小山商店街周辺は一方通行や狭い路地が多く、運転には注意が必要です。ナビゲーションシステムを活用し、事前に道路状況を確認しましょう。歩行者と自転車の多さ。商店街や駅周辺は歩行者や自転車が多いため、特に注意が必要です。歩行者優先を徹底し、安全運転を心がけましょう。繁華街での乗降。品川駅や五反田駅周辺は駐停車禁止区域が多いです。お客様の乗降時には安全かつ法令を遵守した場所を選びましょう。ホテルや施設での待機。品川プリンスホテルや大崎駅周辺のホテルでは専用のタクシー乗り場が設けられています。それ以外の場所での待機や客引きは避けてください。イベント開催時
井競馬場や天王洲アイルでのイベント開催時には交通規制が行われることがあります。事前に情報を収集し適切なルートを選択しましょう。まとめ、品川区はビジネス客、観光客、地元住民など多様なニーズが交錯するエリアであり、タクシー運転手にとって売り上げを上げる絶好のチャンスが豊富にあります。特に都心僕へのアクセスが良いため、これらのエリアへ向かうお客様を効率的にお乗せすることができます。ビジネスエリアでの需要、観光スポットへのアクセス、イベント時の需要をしっかりと把握し、お客様をお乗せしながら都心部へ向かう動きが売り上げアップの鍵となります。地域特有の交通状況や注意点を理解し、安全で迅速なサービスを提供することで乗客の満足度を高め、リピーターの獲得にもつながります。最後までご視聴いただきありがとうございました。品川区でのサービス向上にお役立てていただければ幸いです。次回も他のエリアの情報をお届けします。お楽しみに。